株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。チャンピオンズ紙追い切り1日立東トレセンオーベルニュの追い切りには2週続けて騎乗し、今週は立東 CW コースで6ハロン84秒5 12秒0。これはデモ音声です。軽やかな足さばきを見せました。株式会社 AI によるデモ音声です。うなるようでした。これはデモ音声です。今週はさらに躍動感がある動きでやる気が感じられました。株式会社 AI が提供するデモ音声です。調子は良いと思います。今回でコンビ3戦目ですが、どのような特徴があると感じますか？株式会社 AI が提供するデモ音声です。ダート馬は結構大雑把な馬が多いですが、この馬は芝馬のような軽さと繊細さがあります。株式会社 AI が提供するデモ音声です。気象は難しい面もありますが、そういう馬の扱いは一番得意。これはデモ音声です。平安 S ではレース前に俺にぴったりやなと言っていたらぶっちぎって勝ちました。中京競馬場はこれまで3戦3勝と相性が良い舞台です。株式会社 AI が提供するデモ音声です。無敗ですよね。株式会社 AI が提供するデモ音声です。しかも3勝のうち重賞が2つです。同馬にとって初の G1 タイトル獲得がかかっています。株式会社 AI が提供するデモ音声です。狙っていた G1 ですし、しっかり仕上がっています。株式会社 AI が提供するデモ音声です。枠や馬場状態などそういう部分がうまくはまれば10分に1着を狙える馬です。株式会社 AI によるデモ音声です。内枠が当たれば面白いですね。株式会社 AI によるデモ音声です。楽しみにしています。